大阪で、ヒップホップの、MC ラッパーをやっております。 MC タイソンです。これラッセルノっていう、まあ、ゴルフブランドなんですけど、まあ、僕ゴルフするんですけど、ゴルフブランドってスポーツしてるっていうか、ゴルフブランドに見えないじゃないですか日本の、メーカーなんですけど、ラッセルノっていう。ヒップホップ感出てないですか？そうなんですよ、はあ、通気性のこのよくゴルフウェアでこのあるこの穴がこうついてたりとかして、私服でも着れたりとかするんで、結構ライブで着たりとかもするんですよね。ゴルフの常識を破ったブランドっていうか、従来のゴルフウェアってほんとゴルフ、ザ・ゴルフみたいな格好やったんですけど、なんかここのブランドは違いますね。私服でもストリートでもこう着れるっていう感じがコンセプトみたいで、僕は結構このブランドを気に入ってゴルフでも着用しますし、まあ、でもどちらかというと私服で着用する方が多いかなと思いますね。このブランド、まあ、エムルっていうブランドなんですけど、あの僕がやってるブランドで、なんかテーマが大人のダルギっていう感じのイメージで、オフでも使えますし、どっか遊びに行く時にも着れるような感じで、生地感とかがそのシルクに近いようなその肌触りがすごい生地を使ってて、まあ、パンツもこれそうなんですけど、僕は普段からずっともうこればっかり着てるんですけど、スタイリッシュな感じのなんかコンセプトですね。これしか着てないですね、レコーディングの時やったら。T シャツの生地感で言うと、薄いシャツっていうよりかは、まあ、薄くても生地がしっかりしてて、こう何回でもこう着回せれるような丈夫な T シャツが好きかもしれないですね。古き良きものをこうまたあの今の時代でこうなんていうんですか、再生するというか、なんかそういうのをサンプリングって僕らは呼んでるんですけど、音楽の中でもあるんですけど、でも服の中でもやっぱなんか結構あるんじゃないかなと思うんですね。やっぱ昔流行ったものが何周もして今の時代に来て、今のこの時代のこの、 あの流れと昔の古き良きものがこう合体して、そう言ってみたら、まあなんかヒップホップってやっぱこう時代がこうずっとぐるぐる回ってる中で、ファッションも似たような感じで回ってるんじゃないかなと思うんですね。なんか何かしらやっぱ昔のもののものがなんかヒントが隠れてるというかっていうのはなんかあると思います。音の中にも服の中にも、はい。今ちょうどあの全国ツアー中で、ちょうど12月の末に自分 の、 あのアルバムをリリースさせてもらったんですけど、それのツアーファイナルが次7月の18日日曜日、大阪の名村造船所跡地パルティッタっていうところで、あのワンマンライブをするんで、これで僕を知ってくれた方とか、曲を聴いていいなと思ってくれた方は、あのツアーファイナルライブの方遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。